やばい、会社員にしてね。国民プロデューサーの皆さん、こんにちは。瀬郷はるかです。皆さんの心に残るようなパフォーマンス、そして僕はダンスが大好きなので、皆様に元気とパワーを与えられるダンスをするので、ぜひワンピックにしてください。国民プロデューサーの皆さん、こんにちは。チェゴ真帆です。みんなに愛と希望の希望を伝えられるように頑張ってダンスをします。お願いします。国民プロデューサーの国民プロデューサーの皆さん、こんばんは。チェゴ琴音です。僕は神田リエルさんがめちゃめちゃもうめちゃめちゃ憧れてるので、そう、神田リエルさんみたいな感じで頑張って踊れるようにしたいと思います。僕にワンピックください。お願いします。それでは自分が何位だと思うか席についてください。琴音くんからお願いします。はい。あ、待って、この椅子やん、この椅子じゃん。あ、1位の席に座りました。それでは続いて真帆くんお願いします。です。さあ真帆くんはどこを座るの。わーった、何も見えない。わーった。それでは、はるかくん、お願いします。はい。そんなの、まあ、最初からね、自信持っていかないと、まあ、てっぺん登れないので、ブデュッ。まあ僕的にもう最初から、あ、多分ブデュって最初からずっと1位の方っていらっしゃらないじゃないですか。いや、俺みたいな感じで最初からずっと1位やって最後まで1位を守り抜くっていう、まあ、革命を起こしていきたいと思います。ここでアイドルにならなかったら僕の人生はマジで終わるんで、真剣に頑張りたいと思って1位の席に座りました。そしたらなんとチェゴ琴音くんとチェゴ真帆くんがいたんで、なんか名字が同じだからすごいなんか親近感が湧いたけど、でもやっぱライバルだなと思って、あの時は笑ってましたけど心の中では泣いてました。プデュ。それではお願いします。チェゴ、ハルカ、全力を出す。一生懸命頑張ります。それでは続いて発表します。チェゴ、マホ、全力を出す。続いて発表します。ちょっと待ってくれ。ありがとうございます。チェゴ、琴音、エフクラス。エフクラス、3人だけでした。エフクラス、この3人で課題曲をやってもらいます。その課題曲に合格ライン達したら皆さん A クラスに行きます。頑張って練習してくれ。はいはい。チェゴはるかです。あ、チェゴの方です。チェゴことです。あ、そう。わたまたまですよね。あ、すごい上手です。あ、ありがとう。ソーラン節のパロディ、
してたよね。笑うな、頑張れ頑張れ頑張れ、行くんだ、してたよね、うん、よかったよ。俺らで A クラス行こうぜ。雑草はお花になる、雑草はお花になる。おお、じゃあみんな頭からやってみよう。明日が本番だから。俺やばい、マジ大丈夫、ずっと一緒に頑張ろう。ありがとう。せーの、チャンチャン。あ、これは顔は上に向くか。 A クラスに行きたい気持ちを表現すると向くの方が正しいな。パンパン、チッチッチッ、バッテン、チッチッカン、チッチッカン、ボンボンカン。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。なんかちょっと今回はストーリー風に AKB さんの時と同じストーリー風にやってみました。はい、今回あのプロデュース101 JAPAN のシーズン2に僕の幼馴染マジの大切な友達の福田翔也くんが出てるんですけど、マジでダンスやばいし、ダンスやってきた頃のライバルでもあり、あの大切な仲間なので、皆さんよかったら福田翔也に投票お願いします。お願いします、お願いします。そしてね、2人とも翔也ともあのダンスでねつながりがあるので、はい、最後頑張って翔也を応援します。頑張れ、頑張ってください。ということで、この動画良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上チェゴでした。バイバーイ。